岡市中央区の西公園にある照茂神社では今朝から長政公400年祭黒田武士祭りが開かれています。午前中は黒田家に代々伝わった剣術柳生新影流の演舞や木製の的を弓矢で射る武者のほか筑前琵琶の演奏などが披露されました。照茂神社では関ヶ原の戦いで軍功を挙げ初代福岡藩主となった黒田長政公を御祭神として祀っていて、お祭りは今年の秋が長政公の没後400年にあたることにちなんでその功績を称えようと開催されたものです。黒田武士祭りは今日午後8時頃まで開かれていて、午後は縁日イベントが催されるほか、長政公などの武将に扮したパフォーマンス隊による盾なども披露される予定です。ありがとうございました。